俺はそんな力を持つ人に興味あるな。心強い仲間が増やせるかもしれないじゃん。師匠殿の援護で守った城が奪われた。私にはもう一度取り戻す責任がある。上田城周辺に謎の城が現れました。我らの市民が食い止められています。炎症はまだ来ないよ。我らだけで十分よ。城の周囲の奴らを一掃しろ。上田城は謎の人たちが守ってる。そこに炎症軍に攻め込んでるみたいだ。どうこうみたいに。さっきの罠だと嫌だな。油断は禁物っと。どうこうではダッキの策に不覚を取った。今度こそ橘の力を示さねばな。一部隊での露出は控えて。まだ城に何者がいるかわからないから。北東から人間どもが来たようです。敵の増援か。迎撃するのだ。な、誰だお前たちは。どこから現れた。また増えたか。この扉は強い術で閉ざされているんです。ここを守る方は特別な力をお持ちかと。見事な腕前だ。橘の称賛に値する。炎症の配下と妖魔どもは引いたようだな。でもまだ安心するのには早い。後ろの様子を確かめないと。おい、あいつら我々に向かってくるぞ。彼らは味方ではないのか。そうか、この城を守っているの。前に施されていた術が解けたようです。中にいた兵はこちらへ参ります。何にも言わずに向かってくるのは倒すしかないよね。執着至極に存ずる。まだいるのか、しつこい奴らめ。この方々は何か特殊な力で動かされているのでしょうか。敵将を討ち取った。さすがです。お立場にふさわしいご活躍でした。この兵たちを操る人はどこ。この辺りにはいないみたいだ。こいつ一体何者だ。闇の将でもありえぬ強さだぞ。あれだけしっかり守ってたのに。そうだよね。まさか遠いところか。見事な腕前だ。立花の称賛に値する。変わらぬお見事
存じます。ほんのひととき留守にしただけでこのありさまとは。あの妙な兵たちを操っていたのはあなた？妙なとは心外な。あの士気たちは私の留守中この地を守っていただけのこと。士気？まさか貴様、安倍の生命？おや残念。せっかく遠い時空を越えてきたというのに、ここでもその名に縛られるとか。時空を越えて？ああ、ちょっとした散歩だ。貴様があの高名な安倍の生命です。今まで一体どこで何をしていたのだ？元の世界との架け橋を作ろうと思って、この地の流脈を見て回っていたのだ。炎章様、こちらです。そのお力で奴らを蹴散らしてください。ローマと人の共存は我らの悲願。こたびこそ上田城を我らの手中に収めるのだ。ここはあなたたちが守る地だ。迷惑をかけた詫びに私も力を貸すとしよう。士気たちには引き続き頑張ってもらおうか。すごい、ただものではなかったよね。ヒノキで行こう。すごい心強い味方ができちゃったね。これならきっと城を守りきれるよ。先の大会それは痛恨の極み。今度は以前のようにはいかせぬ。我らが炎章様の刃となるのだ。頼もしきことよ。我らの国を建てるため励むがよい。炎章様、動きが申し訳ありません。共存する国を築くのである。これは敗北ではない、再起を図る転身である。これで責任は果たせた。でもまた城を奪われないようにしないと。ならば城の守りに我が士気を用いるがいい。迷惑をかけた詫びだ。力になろう。死ぬ気で戦えばなんとかなるものだ。私の士気が迷惑をかけたな。しかしこの世界も興味深い。ここは私たちにとって生き抜くべき現実。物見うさならどこ。悪かった、気分転換に時空を散歩して。それは散歩なのか。私の感覚ではね。だが龍脈の力を借りても元の世界との架け橋はできないようだ。なのでしばらくこちらにお邪魔するよ。あやかしを倒すならば